はい、皆さんこんにちは、チュでございます。PJ88R5 やっていきましょう。今ね、こんな感じです。レベル4でね、まだレベル上がりません。4万超えたんですけど上がりませんね。で、そんで今回もね、ハグ組になると思います。前回ね、ちょっと出張っちゃってね、死んじゃったからね、ちょっとその辺がどうなのかなという感じですね。さあ、どんどん、しまった、上に何か、そうだ、ここね、ブラッド持ってるでね、フードぐらいかな。フード買っちゃおう。イエス、9つね、サンキュー。ゆっくり行くべきだね。ゆっくり行かないと、上にいるって言っても遠すぎちゃうんだよね。ただ、私はね、せっかちなんでね、せっかちなんでなかなかね、ほらほらほらごめんなさい、ほらほらほらっていうのも変だけど、おっ、ちょうだいリンゴ。70まで来たね、フードね。でもフード3桁あるんで、これはどういうことなんだろうね。256ぐらいまで持てるのかな。それかあれかな、999まで持てるのかな。はい、戦っちゃいましょう。まあとにかく、経験値入らなくなった、雑魚さん。なことないかな、260でしょ今。ここどこだ、おい、ベアね、260だよね。入るね。上に何か行っちゃおう。惜しいね。これタイミングがよくわかんない。はい、4万1000でもう一度見に行くかってとこでしょうかね。またあそこに人いんだわ。何か来ましたね。この地上戦はね、剣振らなくていいんでね、楽なんですよね。突っ込むだけでいいんでね。さてさてと、さてさて、またアテナかな。違うね、洞窟を探しなさい。塔だ洞窟じゃなかったね。ちょっと中帰ってみた方がいいのかな。上に何かいたね。よいしょ、今これどこなんだろう。ここかで上に来て、何が来んだね。上に何かいると思っちゃった。さあ、早くマケドニアに行くようになりたいね。次のレベルになったらマケドニア行けると思うんだけどね。まあなんせ雑魚が強いんでね。しまったね、お腹が空いてるか一晩で回復しなかったわ。よいしょ。上に何かいた、シーフね。1000超えたね、どうだろう。上がった、レベルが上がりました。5レベルね。ソードパワー、ディフェンス、ソードパワー変わってないね。ソードパワー変わんないのか。ディフェンスは変わったのかな。ライフは増えたね。ジャンプパワー変わりませんね。じゃあね、もう中に行くんじゃなくてあっち行っちゃおう。よいしょ、イエスね。で、セーブしちゃおう。セーブ、イエス、ゼロね。よいしょ、じゃあ行っちゃおう。でもソードパワー上がってないからやばいのかな。どうなんでしょうね。もう、お腹いっぱいの状態で見ても、ディフェンスめちゃくちゃ上がったね。攻撃力は上がってませんが、でもマケドニア行きましょう。こんなにあっさりマケドニアに行けるとは思いませんでしたね。黄色い湯だってさ。はい、次はあれかな、ここなんもないよね。スケルトンね。次はあれかな、次は何だったんだろう自分で言っときながら。おスマホが今鳴っちゃったね。攻撃力低いから、防御力が強いだけで攻撃力低いだよね。魔法使ってもいいんだけど、ダメージあんま食らわんようになったね。防御力がめちゃくちゃ上がったような気がしますね。よいしょ、ちょっとごめんなさい。
マナモード。はい。あ、上何かいるね。さあ、次の、次は5万じゃダメだろうね。6万ぐらいかな。あ、ヒットポイント増えるやつだね、これね。タンパクだね。さあ、マケドニア向かいましょう。はい、ベアね。もうダメージ食らわなくなったね。あ、そうだ、ここでしこたまやっていかないといけないんだね。おお、すごい。あら、あ、助かっちゃった。おお、はいはい。で、次これだね。これ上から降ってくるやつだから、まだ、あー、でも攻撃力上げたいな。またあの刀鍛冶じゃないや、攻撃力上げてやろうかっていう、あの人ね、あの人でやったらいいのかなと思うんですけど、ちょっと貧弱だね、攻撃力がね。ちょっとめんどくさい。あとあれだね、あのすっげえ重ねられるね。マケドニアのザコさんがね、攻撃力上げたいな。はい。あ、4万2000超えましたよ。上がるわけないわね。お、こっから変わりましたか。あー、マケドニアね、一応セーブしておきましょう。はい、セーブね。え、ゼロね。さあ、地図がないので、地図がないんですが、私には地図があるんですよね。これどう行けばいいんだろう。とりあえず右に行こうか。結構ね、人がいるんで。あ、ここ、あ、そうかそうか、上に何かいるの敵は行ってもいいんだね。ザコの方が強いんだよね、確か。あ、ハングリーになっちゃったね。はい、これまだ通用しなくて、またあのヨルコスに行って修行しろって言われたら、正直めちゃんこ辛いね。あ、私どうだったっけね、前やった時どこまで行ったのか。あ、でもね、あのマケドニアに入ってましたよ。地図がないのを思い、あの覚えてたんで。あ、ヒットポイント回復だ。え、ボーナスだねこれね。あれ、ええ、でも当たってないのに敵さん減っていくんだよね。体力減ってたね。減ってってたので、もう、お、何か来た。これは問題ないですね。早く攻撃力上がりたい。はい。はい。おい。はい。全然ダメージ食らわないね。もう楽勝になりました。あとは攻撃力がないので、防御力あるんだけどね。 あと一発だね。おう、うまい。なかなかうまかったですね、このゾウさんじゃないや、なんだっけ、マンモスね。さあ、もうがっつり稼がしていただきましょう。お、でももう4万3000超えてんだね。上に何かいるね。お金もね、結構たまりました。あらららららら、これね、お腹が減った時ぐらいしか体力回復しないでね。おっ、よし、終わった。魔法使いましたけど。あ、でもこっち、あ、まあいいか。あ、これマップ変わりましたね。いや、私はね、壁にどんつくとこまで行きたいんですよね。
壁にどんついたらね、あれなんですよ、そこから北上すると町っぽいところに行けるんですよね。あ、これだね。あ、上に何かいたけどごめんなさい。もうここの辺は余裕ですね。でもこのゲームね、感触的にレベルそんなに上げなくても解けそうな気がします。お、ファーマー、あ、農夫、農夫話しましょう。ここは雨が降らないねーと。はい、アイテムを使うというのは、あ、突然ったファイターがいる、くたばりそうみたい、強い。あ、でも勝てる、勝てるようになったね。タイは上に何かいるっていう時には行った方がいいのかなと。あら、おや、どこ、ここなんか袋工事入っちゃったね。はい、ん、お腹が減ってほしい時にお腹が減らないとね。え、お腹、あ、来た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 。はい、でイーストここ抜けて、おお、あれすごい、あ、鍛えてくれる、おお、いいよいいよ。これで47からどれぐらい上がったかな。おお、50に上がりましたね。3上がるんだね。200ゴールドで3上がると、いやいや、攻撃力が上がるのはほんまいいことなので。あ、画面切り替わりましたね。ちょっと治療に行きたいね。ブラッドはあんまり使いたくないんで。えい、あ、プリーストがいる、話しましょう。足を鍛えてあげよう、ありがとう。お、ジャンプパワー上がった、ほう、上に何かいる。お、あ、初めての敵だね。硬いわ、てか強いね。あー、ダメだ、逃げようこら勝てないわ、こら強い。ハードで、おそらくこれドンついて左曲がってここかな。ああ、来た、傷のさ100ね、90何も飛んだね。いいですいいですよ、こういう時に日が暮れるんですよね。さあ、どんなのがいるかな。あ、シーフがいたね、戦いましょう。一撃、あら、まあ、いいソルジャーがいる。ソルジャーとかでしたら全然問題なしですよね。45,000、まだまだだね。あ、いいソルジャーがいる。あら、ソルジャーでいいんだよね、悪いのは。はい、アレスがいる。お、鍛えてくんない、あ、頑張れようか。鍛えてくれると嬉しいんだけどね。はい、スケルトン、ちょっとこの街探検しましょうか。はい、おばば、相手をよく確かめさいなと。おい、お、リザード、話す、トカゲは何も言わないのよねと。おお、あ、でも楽勝だね、トカゲは何も言わないのねあ、言わないか、ベアーとは、クマはベアーと言わないけどね。はい、もう下の敵は全然大丈夫だね。いや、これは5万超えるんじゃない、今回の実況で。あ、そうか、これブロックは一緒だからあれか、例えばこれ左入ってももう終わってんだよね。でこっち
はい、それじゃあ話してみましょうか。ああ、攻撃してくんだね、やっぱり。いやー、なんとか私もね、マケドニアで暮らしていくことができそうです。あ、塔がこのマケドニアにあるんだ。あ、すごい丁寧だね、このマップ作ってくれた方。ありがたいことですね、ほんとね。これ装備とかって基本的に、あ、でもなんかあったな。アーマーがあったよね、初めね。多分偽物だと思うんですけど、あの商売人のねところで。おい、てか早く地図を手に入れたい。はい、スケルトンね。そうだ、あ、話す。はい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 と。はい、通り過ぎましょう。一度セーブしとこっか。セーブも早くていいですね、ほんとね、このゲーム。あ、ちょっとね、動画をね、見てたんですけどね、私。あ、なんか来た？ファーストソード。アーマー。あ、エリスソード。いやー、これははめられそうだなぁ。まあ、いいか、お金は持ってても仕方がないでね。あ、マップある。はい。はい。センキュー。お！本物だった。もう一回ない？あ、ああ、これ必ず売ってるもんは大丈夫なのかな？アーマー売ってるね。あ、アーマー必ず売ってるから大丈夫。あ、そういうことか。必ず売ってるもんは大丈夫なんだ。ということで、アーマー、あ、ちょっと高なったね、アーマー。モリーって何なんだろうね。アーマー1000まで下がったね。あー、アーマー買いましょう。はい。あ、ディフェンス上がった。何これ、アーマー。ほんなら買いまくるとディフェンスガンガン上がるんじゃない、これ。多分2個持ってる気がするよ。今1個持ってるけど、持ってない、物理的に持ってないような感じだもんね。あ、これはいいこと知った。金稼いだらガンガン買ってみよう。はいはい。あ、地図があったの嬉しいね。おばちゃんと。悪い人に気をつけなと。ありがとうねと。あ、セーブしとこう。これは、いい感じです。はい。よいしょ。また店かな？あー。森って何なんだろうね。葉っぱだね。あ、もうちょっとお金に余裕が出たら。行きましょうか、おばば。はて、聞く聞こえないねと。おい、あ、もうしまった、しまった。今私は西に向いてんだね。あ、ちょっとぐるっと待ってみましょうか。うん、ということで、あのファースト、なんちゃらソードっていうのは偽物だったということでいいのかな。はい、おお、ワンダリングで出てくんだね。ヘラヘラヘラと。ああ、もう負けません。はいはいはい。あ、ああ、リンゴちょうだい。はい、リンゴどうぞと。はい。はい、誰もいませんと。いや、この町いいわ。はい、ディビーナーがいる。本当の神は神聖やと。ありがとうと。まただね。まただね。本当の神は信じよ。同じこと言ったね、この人。はい、シーフね。はい。で、左右かな。あ、上に何かいたね。あ、上に何かいたね。ちょっと行ってみよう。おお、過去変わった。盾持ってる。これはあれかな？なかなか、お、買った買った。あ、見た目変わるんだ。ということは私、20年ぐらい前まではここまで来てなかったんだね。それが分かりました。あー、確か、私、カッコ変わるのは知らなかったと思うんで。ということはもう20年前を超えたかな？はい、おばあちゃん。おばばね。よく確かめなさいなと。
でも結構暇つぶしでやってましたね、私ね、昔は。結構長い時間やったと思うんだけどね。ああ、でも当時地図なかったもんね。今回地図があるんでね、そういう感じで行けるんですけど、そうだ、昔地図がなかったわ。はい、はい、本当の神を信じやった。お、お、お、またリンゴ？嬉しいね。この辺はもう終わりかな。ほいだらちょっとね、またうろちょろしましょうか。一通り見れましたかね。はい、それじゃあ、ここ入れてなかったのかな。いや、あとまあ地図手に入れてからね、かなりうろちょろしてもいいんだよね。よいしょ、この辺見たかな。あ、おばちゃん、悪い人に気をつけなと。ほいほい。さ、じゃあね、ちょっとうろちょろしましょうか。ね、私うろちょろ、あそこにね、人がいるんですよ。あそこ行ってもわかんないね、皆さんね。人がね、ああ地図があるっていいね。2人ほどいそうな雰囲気なんですよね。あ、上何かいたわ。しまったね。あ、ここここね、右下に2人いるでしょ。あの2人をね、ちょっと見に行こうかなと。上に何かいる。あ、これは楽勝だね。おお、強い。はい、どうやっちゃった。はい、スケルトンね。いや、強くなったわ、ハンター。あ、上何かいるね。あ、またこの敵か。よし、いやー、もう22分来ちゃったね。いやいや、まだまだやりたいんだけどね、これね。あと8分ぐらいで終わらないといけなくなっちゃいました。あー、間違えたね、道ね。よいしょ。これ、あー、回り込まないといけないのか。あ、すごく回り込まないといけないんだね、これ。はい、あ、これは固定の敵だと思うな。そんな気がする。おお、すごい、踏ん張った、こけないね。おお、頼もしいや。 E さんでしたっけ、この人ね。おお、でもダメージしっかり食らってんだね。あと一発だね。お、4万8000、まあまあ上がんないでしょうけどね。4万8000になりました。あ、ハングリーだから食べちゃおう。よいしょ。で、まず、お、あ、これは間違いないわ。間違いなく、待ってるあれだね。よいしょ。ですけど、動きこれ88にしたら綺麗ですよね、ほんとね。ちょっとね、キャラクターが点滅してっていう感じがあるんですけど、多分これは点滅で綺麗に見えるんでしょうね。間違いなくマシンゴですよね、これね。おいおい、アテナがいる。話す、まず強くなることね、鍛えてほしいな。で、また出てくるんでしょ、これ。ちょっとね、これ走り回りたくなっちゃうんですよね。これ多分ワンダリングだね。
ちょっと攻撃力上げないといけないね。おお。セタで左曲がる上に何かいるわ。まあいいか。で一遍保存しましょう。はい。あ、鍵か。これは鍵を持ってないとダメなんだよね。お、あんま、あ、大事な鍵を売るわよ。お、ちょうだい。はい。お、話す。あ、もう話せない。通り過ぎる。あれ、アマゾネスって前私戦わなかった？どうだったろうね。ちなみにもう一回セーブしてみましょう。イエス。今回1番で。おい。で、ここで、あ、なんか2つほど増えて、あ、ブラッドか、あれは。1つ増えてんね。あ、アーマー 146？ これきっと耐久力あるんだな。そっか、アーマーはそっちに入ってんだね。はい、ユーザーアイテムね、2で、はい、うい、ノーエフェクト。あ、ダメだと。あの最初の街かな、最初の街かもわかんないね。でもまあもうちょっとマケドニアを旅しましょう。あれ146だったよね。今一発食らったから。あ、やっぱ減ってる。減ってるな。これそういうことか。もうレベルご了承になっちゃうかな。でこちら入ってきましたが、ハングになっちゃったね。あまりね、私ね、耐久あるの好きじゃないんですけどね。あー、でもオブリビオンだっけ、耐久あったの。オブリビオンはそうだね、耐久あるゲームでもね。あ、そうだ、スカイリム耐久、あ、スカイリムはなかったのか、耐久が。オブリビアンだったっけかな、カージスキルでなんかしたような気がしますね。あの姿がなくなったらアーマーがなくなったということなんだろうね。こっち回って、はい。ここはでも広いな、スケルトン。はい。アマトウェイに何かいたけどね、見逃しちゃった。これがね、あの黄色いのが多分ね、タワーなんですよね。ああ、あれがタワーですね。塔を探しなさいって言われてますけど、タワーはちょっと早すぎる気がするな。一遍セーブしてから見てみましょうか。って言ってももう時間がね、時間が、はい、はい。もう負けないわね、これね。ね、カッターですと。あ、ハングになってるね。あー、結構フードが、あーって感じかな。あ、いけないことないね、こっからいけるね。
おいおい、おい一撃、おい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 、でここでセーブしましょう。セーブね、イエスのゼロで、はい。でここが塔だと、ああ違うわ。話しましょう。塔を探しなさい。え？塔を探しなさいでしょ。あら？あ、ここかな？ここかな？あ、何強制的に入んの？ちょっとやめて。ちょっとやめて。強制的に入るのはやめて。あ、これ出口かな。あー、いや、ちょっと出ますよ。次回だね。あ、次回じゃないね。次回どころじゃないね。え、またいるの？はい。塔を探しなさい。いや、探しましたよ。おい、おお、なんだこれ。え、足元に行かないといけない。おお、当たってないよね。その時強いということかな。おお、あ、減らせれるね。当たってる？当たってないね。逃げましょう。いやー、痛いの、痛かった。いや、上に何かいるわ。いいですよ。また？あー、まただ。ダメだ、逃げよう。あ、でも5万、経験値が5万超えたね。あー、でも上がんないわ、これ。これ上がんないね。あ、上がんない、上がんない。とりあえず、後ろに回って、あそこ、絶対固定でいるね。ちょっと街に戻りましょうか。いやー、でももうマケドニアで入れそうだね、ずっとね。あ、ただ戻らないといけないのか、鍵持ってるから。いっぺんね。上に何か言いましょう。とりあえず戻りましょうね。あの町まで、町まで戻って終わりましょうか。あ、これも南に行った町だ。はい。あ、ハングになったね。いい感じでハングになりました。あの4つ気になるけどね。きっと何もないんですよね、この4つは。何もないですね。何もなさないですね。さあ、え、ああ、なんか来たんだね。おお、経験値が5万1000あったのが。がっつり削られたね、500ほど。はい、よいしょ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 。おおおお、早くレベル上げないとダメだね。5万5000ぐらいかな。5万5000ぐらいだったら嬉しいけどね。ああ、まあちゃんと儲かりまっか。ぼちぼちで何なんでしょうかね。はい、絆を押してください。お金もね、ちょっと結構減っちゃったんで、ね、それじゃあね、この辺で終わっておきましょうか。よし、0番ね。ピチャハチャチャハルゴ、この辺で終わっていただきます。どうもありがとうございました。